皆さんこんにちは、こんばんは、あいなです。今日は秋服1週間コーディネートやっていきたいと思います。ご要望がいくつかありましたので、今回はあまりというか、まあ全然おしゃれな人ではないんですけれども、気になる方がいらっしゃるということだったので撮ってみました。よかったら最後まで見てみてください。ちょっと前回の秋服コーディネートで少しふざけて、最後ふざけてしまったので、今回も全部真面目にこうやってカッコつけてポージングしながらやりましたので、ぜひ見てみてください。どうぞ。はい、早速月曜日見ていきましょう。はい、アウターブラウン、この色が結構僕的には秋だなっていう感じでお気に入りの服でございます。いい感じですね。続いて火曜日、これはもう街中に30人はいる服装ですね。量産型というやつですね、これ。ははい、次です。水曜日、古着コーデですね。古着と結構ね、綺麗めな、かっこつけてますよ。かっこつけてるぞ、いいぞ。はい、木曜日ですね。続いて、はい、トレーナーとスキニーパンツだけと、これでもいいんですけど、寒い時にちょっとね、こういう感じの2号で買ったアウターを羽織って黒でまとめてみました。そしてお決まりの鼻眼鏡ですね。目にかけんかい、ちゃんと。はい、次で火曜日、はい、鼻筋ですのでね、ちょっと華やかな色でタートルネックを合わせてみました。僕は割とタートルネック好きなので、着ること合わせること多いでございます。続いて土曜日、サクトイですね。これはなんだ、これはゆるい感じですね。近所のお出かけの日にこんな服でもいいんじゃないかなっていう感じです。上はお気に入りの古着ですね。続いて日曜日、お待たせ。さあ、デートに行こうか。はい、ということでどうでしたでしょうか。僕の秋服コーディネートでございます。いやー、やっぱり日曜日がね、一番僕的には勝負服。もしね、今後デートなんかする時があれば、あの服かな、やっぱり日曜日のあの服でいきたいと思っています。でね、僕今もつけてるんですけど、このチョーカーね、あんまり男でつけてるやつキメーみたいなことね、思う人もいると思うんですけど、街中でメガネを鼻つぶしてチョーカーつけてる男がいたら、まあ、それは僕ですので、ぜひ声かけてください。ぜひね、肝がらずに声かけてあげてください。人見知り、必殺技人見知りが発動して、あってなるだけかもしれないんですけど、よろしくお願いします。また要望が多ければ冬、まあ、あんまりコーディネートないんですけど、冬のコーディネートもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、おやすみなさい、バイバイ。